Amazon の欲しいものリストを使ってる人、実はただの乞食なのかもしれない。第70回偏見ラジオを始めていきます。この番組は毎週土曜日か日曜日23時配信、日常にはびこる偏見的な挨拶から始まり、取り上げたテーマに対してフリートークをしていくものです。いやいやいやい、1ヶ月1回更新とはどういうことなんだい。本当はゴールデンウィーク期間中に投下する予定だったんですけど、1週間ぐらい東京で仕事してたんで、全く収録をする余裕がなかったわけでございますよ。言い訳完了です。皆さんゴールデンウィークどうでした？今年って月曜と金曜日が確かぽっかり空いてて、土日とくっついてなかったから普通に出勤だった会社もあるみたいね。僕はずっとどの道仕事したんで全然そんな関係なかったんですけど、旅行とか行きました？しばらく遠出してない、まあなんならこの東京行ったのが久々の遠出やってんけど、なんか最近コロナも落ち着いているわけじゃないのにマスクを外してしまおう的な話が世の中的に出てきてしますもんね。めっちゃ感じちゃった久しぶりやからかな。あれなんですよ、学校も会社もそうなんやけど、新入生とか新卒の人たちって同じ年代の友達の顔マスク姿しかまだ見てないからさ、本当の顔知らなかったりするらしいですよね。もうめっちゃ怖いっすよね。ナルトの暗部みたいな顔知らずに殺し合いされるみたいな感じですよね。マスクってやっぱ目元しか見えないから、髪型と眉毛と服装ぐらいでしかその人の印象というか雰囲気を覚えられないんだよね。マスクつけなくてもいい世の中がいざ戻ってきたら、今度はそっちになれるのがこの難しくなっていきそうですよね。俺もあれなんですよ、全然関係ない話しちゃうねんけど、お盆連休ぐらいにちょっと顔をいじるからさ、整形ではないですよ、まあでも実質整形みたいなもんなんかな、脱毛とダーマペンをほっぺたに当てるんですよ。まあ最近めっちゃ柄にもなく身だしなみを気にするようになってしまって、まあ、というのも役者っぽい仕事も年内に何個か入ってるんですよ、非公式ですけどね。で東京行った時にそういう人たちと会う機会が今回あったんですけど、やっぱりこの人たちと一緒に仕事するなら俺だけ足引っ張るわけにはいかねえなって思って、まあ、とりあえず最低限あ役者やなって思ってもらわなあかんからさ、日々かっこよくなろうと努力してる。脱毛は口周りだけにするんですけど、なんだろうな、俺別にねヒゲってマイナスのイメージなくて、男らしさが出るからいいなって思ってるよりの人間なんですけど、なんか清潔感って方面で見た時にどうなんかなって思い始めたんだよね。ごめん、携帯の通知オンにしちゃってた、ごめんね。僕ねそもそもあんまヒゲってあまり生えてこない方なんで、残しちゃうとカッコ悪いヒゲになっちゃうんですよね。で絶対毎日綺麗に剃ってるんですけど、その剃る時も刃を使うじゃないですか、刃ね、刃と書いて刃ね。要はシェーバーとかのさ金属が肌に直で触れるからさ、まあ、ちょっとクリームは塗んねんけどさ、それがそもそもあんまり良くなくて、その炎症しちゃったりだとかちょっと切れちゃって菌が入っちゃうとかすると、このヒゲの間に赤みが出てるみたいな感じになって、これまた清潔感がないように見えちゃうのね。ということで根本からヒゲをなくしてしまえばいいやんってなりました。ちなみに脱毛って痛い？僕の先輩が悲鳴あげたって言ってたんでめっちゃビビってるんですけど、なんか痛いんだよね、なんかチクチクってするんでしたっけ、なんかそんなもんじゃないよって言われたんやけどさ、まあ脱毛もね、このお盆連休中にやりたいと思います。このお盆連休って言ってもあと3ヶ月後ぐらいですけどね。でダーマペンはね、もしかしたら知らん人多いかもしれないんで説明しておくと、皮膚にもうめっちゃ細い針で穴開けて、そこに薬品を入れて皮膚の再生治癒力を促進させてニキビとかニキビ跡をなくすってやつなんやけど、俺めっちゃニキビ跡すごいんですよ。結構日頃コンシーラー先生を使ってさ消してるからさ、まあ、そんなに肌荒れしてないように見えてるかもしれへんねんけど、僕まあまあボロボロなんですよね。まあ、一応毎日肌のケアとかは欠かさずやってるんですけど、ニキビ跡がね、そもそも治ってなかったらこの人肌のケアしないのかなって周りから思われてもあかんと思うし、やっぱり周りにいる役者さんと比べると全然ダメだなって思ってしまったので、この前もうモテる財力を使って美意識を高める決意をした味噌汁です。
ちょっと遅いよね。社会人になってからもう毎日積み重ねてくればよかったなって思うんですけど、このみそじの今やることでこの次40代迎えた時にどうなってるか変わると思うので、ちょっと30代からすげえ意識していきたいと思います。あの夜も俺最近めっちゃ寝るの早いもん。ちゃんと22時から26時のゴールデンタイムは寝るようにしてますね今。あとは食生活、これがね思った以上に身だしなみに出るという記事を見てからね気にし始めましたね。あの体の中から改善していかないとやっぱりダメみたいで、腸の環境とかさ悪いと肌にも結構影響出るらしいんですよ。もう半年ぐらいは僕ジュース、あの糖分がめちゃくちゃ入った飲み物とか飲んでないし、お菓子も1ヶ月に1回食べるぐらいかな。あのサラダと果物ぐらいしか最近食べてない気がする。まあでもずっとこの食生活をしてても今度はストレスを抱えちゃうので、まあ、適度にハメを外してラーメン食べてます。あ、ちなみに今日も昼間はラーメン食べましたね。1ヶ月に1回のご褒美みたいな感じでラーメン食べるようにしてますね。20代前半の方確かね週に5回ぐらいは同じラーメン屋に行き続けてたんですよ。仕事が終わって22時ぐらいに、そらこうなるよってことでね、この積み重ねをこの1年間まずはしていくわけなんですけど、果たしてみそじのあみさんかっこよくなれるのか見ものですね。まあ、やっぱり出させてもらうからには最高のパフォーマンスを、まあ、お客様には提供しないといけませんからね。まあ、ちょっとごめんなさい、まだまだ長く喋ってしまったような気がするな。ということで今回もお便りを何個か紹介していきます。かなり溜まってしまっているので投稿頻度もそうですが、紹介する手紙の数も増やしていければなと思います。それでは行くぞ。一つ目のお便りです。あみゅさんが髪をセットするときに参考にしてるものってあったりしますか？ね、ないね昔から僕は独学ですね。雑誌とか特集やってたりするねんけど、ヘアカタログとか。実際僕もね、高校の時買って真似しようってやってたんですけど、できないんだよな。というかまあ、この髪型かっこいいなと思っても、結局自分に似合わんかったら、セットする意味がないなってなってしまうからさ、やっぱり自分なりに自分に合うスタイルを見つける方がいいんですよね。僕は確かね高校生ぐらいからヘアワックス使い始めたんやけど、今過去を見返すならやっぱねめちゃくちゃ下手やったなって思うし、まあ、積み重ねた結果今に至ってる気がしてます。まあ今も別に僕ヘアセット上手いわけじゃないですけどね。まあ、友達に美容師の人がいて、その人に自分こういうのがいいと思うよって言われて、まあ、それのちょっと真似しつつ、あ、こっちの方がやりやすいなとかで今に至るんやけど、そうでね、そうでねって感じだったけど、パーマ当ててからは、もうセンター分け、もう大体もうデコ出して、あとはもう毛先クシャクシャクシャってするだけで最近終わってますね。まあ、自分に合ったスタイルがこれなんかわかんないんですけど、やっぱり日々、髪をいじる中で自分なりのスタイルってのを見つけるしかないような気がするかな。自分に合ったヘアワックスを見つけるのも必須事項ではあるかな。まあそれをするにはやっぱり日々触るしかないですね。2つ目のお便りいきます。いつもツイッターと動画配信を楽しみにしております。春から都内で就職をする学生のものです。お、私自身金銭的に心もとないところがあるため、本業の傍ら副業を始めたいと思っています。その上で客観一見するとあみゅさんの働き方は理想的に見えます。参考としてあみゅさんはどのような過程で副業を大きくされてきたのか、取り組まれてきた内容について差し違えのない範囲でお聞きしたいです。ちなみに僕本業辞めますけどね。そうだね、いつの間にか独立して会社になっちゃったもんね。なんだろうな、僕ってそもそもポケモンの実況動画を大学の1年生の頃に投稿してなかったらこういう人生を送ってないと思うんですよね。そう思うとあれが人生の大きなターニングポイントとも言えますよね。それからいろんな動画を出していく中で認知されていって、まあ、今となってはいい意味でも悪い意味でも認知されているポジションに至ってるかなって思ってるんですけど、で僕やってる副業が何かっていうのを改めて説明していくと、動画制作管轄事業なんですよね。まあ、それは普段僕が YouTube のこのチャンネルで出してる活動とは全く別で、アーティストさんのプロモーションを作ったりとか、ミュージックビデオを作ったりとか、まあ、非公式のアニメのオープニングを作ったりとか、大学とか企業の宣伝プロモーションを作ったりも様々なんですけど、
副業を始めるきっかけになったのが最強実況者全力決定戦の告知 PV と決勝 PV を僕が作って、まあやっぱああいう大会の動画ってよく見てくれるんで、一度は PV を見てくれた人がたくさんいたわけですから、そういう仕事をね、もともとやってる事務所から一緒に働けませんかって誘われて始めたのが大きなきっかけなんですけどね。でやっぱり僕ってこの活動するにも一人なんで、動画を作るにも、これはまあポケモン実況者に限らず実況活動してる人あるあるですけど、仕事をもらい続けるってなると、まあ案件とかですね、一人だとなかなかできないんですよね。一人で仕事をもらい続けたらそれはそれですごいねんけど、やっぱり数に限度はあるってこともあって、事務所経由で仕事をもらう活動をしてもらう事務所に入らせてもらったわけなんですよ。今日本語おかしかったな時期的に今からやから3年前の剣盾が発売されるちょっと前ぐらいですね。まあ3年もやってるとね、いろんなことができるようになってくるんですよね。まあもともとフリーランス形式の事務所だったんで、そこが自由がかなり効くんですよね。自分の管轄で仕事を動かすことも増えてきて、まあ、人を動かすこともそうやし、難しい案件とかもどんどんさばけるようになってくるしね、こうやったら効率がいいな、こうやったらもっと仕事の幅ができるんじゃないかとかね、いろいろ考えるようになってくるわけで、でまあ今年度5年ぐらい僕勤めた会社を辞める決意をして、まあそれちょっと実写の動画で喋ってますけど、そっちの副業一本、生涯動画制作に関わって飯を食っていきつつ、自分のキャラも売ってっていろんな仕事をもらっていくっていうのが今の活動の根源になっているわけです。まあおまかに話すとこんな流れなんですけど、やっぱりね、副業をいざやろうと思うと大変です。やっぱりなんだろうな、楽な稼ぎ方ってのはこの世に存在しないと思ってて、稼ぐにはやっぱり自分自身が頑張らないと稼げないと思ってるんですよね。だから楽な仕事はこの世にないっていうのは前提に置いた形で副業は始めないといけません。まあ、要は本職が終わってから、まあ、5時に終わる、5時半に終わる、残業して20時に終わるか分かりませんけど、その家に帰ってから違う仕事に触るわけなんで、もう体力がそもそもないと毎週きついし、場合によっては土日も副業で潰れてしまうかもしれへんしね、友人とか恋人とか家族がいたらもう遊びに行ったりとかもできへんし、もうそっち抜けになっちゃう生活になるし、まあどっちを取るかだね。俺の場合は誰とも会わずに平気で1年やり過ごせるタイプなんで、まあ、全然苦ではないんですけど、それなりの覚悟は必要かなと思いますね。あとは副業が軌道に乗ってしまうと、今度は本職がおろそかになってしまって、今までできてたはずの仕事を失敗してしまったりだとか、まあ、バランスが崩れてしまうこともあります。僕は実際バランスが崩れたことはめっちゃあります。だからやりながらバランスを取っていかんとあかんってのも必要、まあ、これが一番難しいと思いますね。ただまあ自分の人生における大きな目標を何か作った時にしんどいなって思っちゃ何もできへんからさ、こういう生活に身を置いたんやったら、もう走り続けてしまった方がいい人生は送れると思って、僕は今走り続けて今に至るわけなんですよね。まあ自分は今何ができるのかとか、どんな副業やったらうまいことできるのか考えつつ、副業ライフ頑張ってみましょう。最後のお便りです。お久しぶりです。第35回偏見ラジオで投稿させてもらったものです。おお、今回ちょうど70回やからちょうど半分前やね。何月やろうね。ニコポケ本編実写パート2のカメラマンです。ノクターンさん久しぶりですね。ポケカの話がしたいですよ。投稿後約5ヶ月のニート期間を挟みながら転職活動をし、教育業界のエリアマネージャーとして働くことになりました。自分なりにやりたいことを見つけることができました。偏見ラジオで取り上げていただき助言などありがとうございました。実は後日談的な話なのですが、前職でストレスが原因で睡眠障害を患ったり、付き合ってた元カノから婚約破棄をされたりなど、これなんて読むやろ、虚与虚説ありました。彼女なんていらねえなんて思いつつ、いざ社会人に復帰すると現場に可愛い人がいてムラムラします。やっぱ彼女欲しいわってなるんですけど、立場的にマネージャーが現場の子に手を出したと思われると、本部と現場の双方から冷たい視線で見られるような気がします。仕事もやりづらくなるような気がします。
マッチングアプリも複数使いましたが、メッセージのやり取りが面倒でやる気が出ません。かっこ甘いでしょうか。そんなことはないと思いますよ。アミさんが自分のような立場だったらどんな立ち振る舞いをしますか。過去のエピソードからすると気にせず積極的に行くんでしょうけど、偏見ラジオのテーマで語ってみてください。うん、まずはね、エリアマネージャー就任おめでとうございますよと。あ、この人ね、あの前日にカメラマン募集ですってあの言ったら、あの夜22時ぐらいかな、もう大阪のバーでオールした状態のまま手伝いに来てくれたバイタリティの塊みたいな人なんですけど、まあいい人生を送ってそうで嬉しい限りですね。で、まあ彼女が欲しいと。まあでもね、あの男は女の子大好きよ。あのこれ本能だと思うんで、そら職場に可愛い人がいたら付き合いたいなと思うもんですよ。まあ、立場上とか役職上って言い換えたら あれやねんけど、まあ、僕はあれですね、周りからどんな冷たい目で見られても全然いきますね。あの俺がバイトの立場でも好きになった人が社長の愛人だったとしても全然いきますよ。あのなんだろう、周りの目線を気にしたらせっかく好きになったのにもったいないし、そうなったら行くとこまで行った方がすがすがしいし、あの行ったことにより実は周りからの印象がマイナスからプラスになるっていうパターンもあるし、なんならあれなんですよね、僕のマインド的には視線を冷たく送ってくる人なんて、あの恋愛当事者からすると脇役なんでマジで気にならないんですよね。あの恋愛って自分が主役なんで、あのこの考え方をやめた方がいいのかな、みんなどう思う？ちょっと無敵すぎるかもしれませんね。マッチングアプリの話に すり替えていくと、世の中にもう出会い系サイトって言われなくなってきてて、もはや全然マッチングアプリって恋愛ツールの一つとしてみんな使ってますからね。今このご時世でさ、マッチングアプリで出会いましたっていうのを悪く言う人はマジで時代に逆行してると思ってしまう。ただね、マッチングアプリって僕最近思ったんですけど、全く関係性ゼロの状態から恋人になっていくにしなあかんねんけど、これめっちゃ難易度高くない？今更やねんけどさ、もともと職場で認識してる人とかやったらさ、どんな雰囲気の人が分かった状態から関係性を積み上げていくから、なんかまだ難易度下な気がするんだけど、なんかマッチングアプリってもしかして結構難易度高いんよね。僕もね、副業やり始める前とかは時間に余裕があったから使ってたんですよね。当時チンチンで歩いてたんで。今あんまマッチングアプリってやりたくないもんな。あれなんですよ、味噌汁にもなってマッチングアプリを使ってるとさ、こいつ追い込まれてるぞ、必死やぞって思われるのがガチで嫌なんよね。そんなつもり俺一切ないのにさ。だから俺は今あんまね、出会いとか求めてないんだよな。なんでこうなってしまったんやろ、誰かを助けてくれ。ということで第70回偏見ラジオは以上になります。お便りバシバシ募集しておりますので、新生活が始まっていろいろとお悩みが出てくる時期だと思いますので、皆さんからのお便り大募集しております。この番組のお便りは動画概要欄にあるメールアドレス宛てか、ツイッターのダイレクトメール宛てか、ツイッターの匿名お題箱にて受け付けておりますので、日常のお悩み相談でも取り上げてほしい話題何でも OK です。気軽に送りつけてください。また次回の偏見ラジオでお会いいたしましょう。それでは。